新刊家康の選択小牧長久手大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマ、超初級編、小説が突然書けなくなる病。でその1回目、 PC の前に座っても何も思いつかない。今日はツイッターで見かけた話で、このテーマ、何が何でも長編小説でが書きたいで、がっつり書いたので、そこら辺のを絡めて話をしていこうかなということです。今日のテーマは、突然小説が書き、オタクペンギンっていう、その、出版社の社長さんが書かれてた話で、突然小説が書けなくなる話。ということで、突然前触れもなく書けなくなると、モチベがないとかではなくて、PC で書こうとするけど文章が出てこないと。そういう話がありました。これについて、とてもよくある話ですし、とてもよく聞く相談なので、で、実際に自分でも経験あるしね。そういう時にどうやって、やるかなっていう話を。そこら辺のほら、そういうノウハウは一応さ、あるからさ。で、パソコンの前に座っても何も思いつかないっていう時には、最初に疑わなきゃいけないのはメンタルを疑えっていうことです。つまり体力が、かなり小説の執筆して体力の、神経の集中を必要とするので、そのためには体力、重要です。で、書き続けてると、意外とメンタル、くたびれてる。脳がくたびれてるか、メンタルが下手ってるか、どちらかなので、まず、休む、寝る、それから、散歩する、そこら辺が大事ではあります。あと、その他に、統合失調症だとか、うつ病だとか、うつ病だとか、双極性障害を持ってる、などの障害を持ってる場合には、とりあえずまず医者に行って様子を見てもらいましょう。それはなぜかというと、小説の執筆というのは非常にうつ病を誘発しやすい、仕事なんですよ。コロナの最中、コロナうつっていうのが、一時話題になりました。それはどういうことかというと、一日こもりきりで人と会わず、運動せず、日に太陽に当たらずっていう、そういう生活がになるとうつになるということです。うつ病を発生するということで、それがコロナうつって呼ばれたんですけど、これってそのまま小説家の日常だからね。だからこうメンタル面気をつけようということはあります。で、そういうのを点検しても、いろいろ止まることはあります。で、こう、いろんな要素あるんだけど、そこら辺のところは明日、明後日ちょっと3日続けて話をするつもりでいるんだけど、とりあえず、その、デビュー前の人は、特にこれ、途中で止まるっていう人は、なろうや書くよも だとかの、小説投稿サイトの人かな。で、小説投稿サイトの人の場合だと、趣味で書いておるんだから、そんなに頑張らなくてもっていうことは、思います。書けなかったら書かなきゃいいじゃないかっていう。
うん、まずやっぱり自分が楽しむことが大事なのでね。で、プロの場合、あと新人賞に応募する場合には締め切りというものがあるので、書けないから書かないっていう選択肢ってないっすよ。なので、そのパソコンの前で書けないんだったらパソコンから離れて書く、どこからのネットにもつながらない場所で書く、手書きの下書きを下書きで、外に出てウォーキングしながらクリップボードにメモ用紙を挟んで歩きながら書くという手もある、こうどっか喫茶店に行く、マックに行く、割とガヤガヤとしたところで話を書くと意外と気分転換になったりするので、そういうところで書く。でネットから遮断して遮断された環境で書く、手書きで書く、あとその他に、それでも書けない時に、それでも書けない、いろんなハードルがある。どんなハードルなのかはよく分かっていないんだけれども、どんなハードルが、いろいろなハードルがある。スマホでもいいけど、スマホだと他にそのいろんなもん見ちゃうので、 IC レコーダー安いやつ一つあるからさ、3000円ぐらいで売ってるので、 Amazon でね、 Amazon IC レコーダー一つ買ってきて、あの Amazon で取り寄せてもいいので、で IC レコーダーを使って、でこういろんなアイデアをあーとかえーとか言いながら IC レコーダーで吹き込んでいく。で それほとんど無駄になるんだけど、歩きながら IC レコーダーに吹き込んでいって、で帰ってきてからその中で使えるものだけ拾ってって書き上げるっていう、まあそういう方法でもあります。とにかくどういう形でもいいので、目の前の一行をとりあえず埋めるっていう、そういうことをやっていくと、まあやがて戻っていくということはある。とりあえずまず、突然書けなくなった時にはまず寝よう、メンタルを疑う、寝る、休む、そこが意外に大事だったりします。でその他に執筆環境を変えてみる、パソコンの前に座って書けないんだったらパソコンの前から離れようっていう、まあそういうことがまず言えるということです。ここら辺の話は、何が何でも長編小説が書きたいにも書いたので、そっちを参考にしてくださいな。これはまあリンク貼っとくね、Amazon へのね。電子がないので紙だけですので、そこら辺もご容赦ください。この続きは明日明後日しますので、まあ、また明日明後日ではではでは。この番組のお便りご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。採用された方にはオリジナルグッズを差し上げますので、ラジオネームとメールアドレスを書き添えてください。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube キーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは。